さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋坂です。今日のイカライフ動画はこちらになります。はい、ミニのジョン・クーパーワークスですね。ミニのクラブマンのジョン・クーパーワークスですね。はい、さあご紹介していきましょう。これ乗りたかったんですよ。あのミニのクラブマンはですね、10月にマイナーチェンジをされました。ほら、かわいいパグですよ。この丸目が強調されましたよね。はい、なんかバカボンにこんなキャラクターあったな。レレレのおじさんみたいな。いや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 、ちょっとそれはやばいな。はい、パグです。はい、でマイナーチェンジして、ここグリルもちょっと立体的になったんですよ。グオッと、なんかこのここの絵、なんかこのどうですか、この絵可愛くないですか。もうこういうの可愛い、やば。はい、グリルも大型化されてこの立体的になりましたね。あとこの丸目基調に丸ってなったんです。このデイライトライトが、デイライトが丸型になりましたね。はい、でこれもうストライプ入ってるし、この赤ステッチでもわかると思いますけど、これジョン・クーパーワークスです。これも、今回10月に、はい、改良が加わりました。ミニ史上最強のエンジンが積まれております。このジョン・クーパーワークス2リッター306馬力450ニュートンです。まあ今これを聞いてちょっとピンとくる方いらっしゃるかもしれないですけど、実はそれって BMW の M135i のエンジンなんですよ。なので BMW の、の1シリーズ同じエンジンが搭載された形です。このグリル周りもやっぱりそれだけパワートルクを出すと熱も発生するので、ラジエーターがここに、はい、この下もラジエーターですよ、こっちもラジエーターですよ。はい、でパワーが上がったので、それ相応に、はい、あ、ここ空気取り入れ口で、この空気はここから出ますよ。はい、でタイヤに当ててエアカーテンを作り、サイドを流れる空気を、でここからもさらにエアを出して加速させます。なのでフロントタイヤ周りの空気の処理をすごいやってますよね。はい、でタイヤは235 3519。はい、でエンジンがパワーが上がったので、合わせてブレーキも強化です。エンジンだけやってたんじゃ危ないですもんね。同じようにブレーキも強化です。これだから360ミリの超大型ブレーキローターになっております。でかいですよね。はい、へー、で、はい、ジョン・クーパーワークス、はい、でクラブマンなので、まあ簡単な話ワゴンだと思ってください。はい、リアも2353519です。もう19インチですよ。お、サーキット走ったのかな、結構タイヤが傷んでる。はい、はい、そしてやっぱ特徴は、あ、この辺りマイナーチェンジで変わりましたよ。はい、テールライトで、はい、テールパイプも、実はこれミニのクラブマン、これでミニの SUV で、クロスオーバーというのがありますけど、クロスオーバーのジョン・クーパーワークスも同じエンジン積んでます。こちらの方がより速くて軽量で速いので、0100加速がこれで、4.9 秒ですね。はい、四輪駆動なので、はい、でテールパイプもこれ95ミリかな確か。はい、ごめんなさい、テロップで補正しておきますね。はい、なので太くなっております。はい、特徴はやっぱこの観音開きですよ。片方だけ開けれて荷物を簡単に、以前はですね、ハッチバックってものすごい大きくドーンと開いちゃうので、片方だけ開けれた方が荷物が狭いところでも出し入れがしやすいとかもありましたし、はい、こういう形状でもありますけれども、まあ使い勝手悪くはないですよ。はい、まあ特徴的ですよね、観音開き。はい、1枚扉よりかは使いやすい面も多々あります。はい、ここにも収納物がありますね。はい、そしてここも収納。はい、今上空ちょっとヘリコプターが飛んじゃってます。はい、うるさいね、どこ行くねあのヘリ。消防ヘリだ。頑張ってください、お仕事。僕も頑張ってます。さあ荷物室こんな感じです。床下収納もありますよ。ほら結構広いですよね。はい、こういう形です。でこの床下収納、ここでこういう止め方はあんの、
まあこういう止め方もありますけれど、ここにロックがあるんですよ。これだとちょっと使いづらいので、こっちに折りたたんでポコってやると、ほら、シンプル。こういう使い方も可能です。はい、パンク修理剤ですね。ちゃんとロックしてあります。動かないように。はい。よいしょ。ちょっとエンジン見てみますか。はい。エンジン。エンジンは BMW と一緒ですので、はい、2回引きます。これでオープンで、これでロック解除。はい、さあ、あ、ちなみに今スモールつけてきましたよ。ほら、丸くデイライト、かっこいいですね。かっこいいというか、かわいいですね。いや、かわいい。この、ほんと僕パグ好きだからな。はい、はい、さあ、これがだから新規開発2リッターターボですよ。クランクシャフトも強化され、ピストンも全部変わっておりますね。で、ターボも強化されております。まあそれによって先代よりも75馬力アップ、100ニュートンアップですよ。なので306馬力450ニュートンを発揮します。はい、でここから、フロントタイヤも駆動しますけど、フロント周りには機械デフも入っております。だからこの辺りも M135 と一緒ですね。ユニットがもうだから完全一緒ですよ。はい、なのでよっ、先日 M135 の動画出しましたけれども、あ、まだ出してないや。 M135 よりも先にこっちが出ちゃうんだな。はい、 M135 の走りの動画と合わせて見てもらうと面白いかもしれないです。ほら、リアもかっこいいですね。テールライトのこのライト周りかわいいですよ。かっこいいですよ。はい、ユニオンジャックマーク、はい、イギリスっていう、はい、加えて、あとこれもかわいいですよね。ワイパー左右に、観音開きなので左右に両方ついてて動くという形ですね。ちょっと水がないところで動かしちゃうとちょっとかわいそうなので、ブレードが、はい、ちょっと動かさないですけど、はい、じゃあ鉱石いきます。お、なんかハニカム構造。あ、なんかこの絵、こういうハニカム系嫌う方もいますよね。なんかゾワゾワっとする方、はい、僕もちょっとゾワゾワっとします。なんでしょう、前世でなんかあったんでしょうか。さあ、足元、あ、つま先はもう入りますね。うん、だいたいこの辺りまでは入ります。ちょっと靴今日分厚いので、はい、すいません。で、膝元はめっちゃ楽勝。お、思いのほか広いですよ。まあ、本当ツーリングですもんね。はい、ワゴンタイプですから。で、エアコン吹き出し口があって、 USB-C のポートが2つあります。はい、そして、はい、後席座った時の前方視界こんな感じです。真正面こんな感じです。少しずらせば前が、まあ若干はシアターシートになってますね。前のシートよりもちょっと上に目線が行くような形では座らせてくれております。はい、スピーカー、ツイーターもあります。はい、ここドリンクホルダーです。はい、でシートのこれ質感めっちゃ気持ちいい。ずっと触ってたいぐらい気持ちいい。はい、で後方視界の邪魔にならないようにちゃんと畳むこともできますよ。で、いいのは4対2対4で倒せます。倒します。後ろに荷物積んじゃってっていう時、はい、こんな感じでいろいろ取ったりできます。もう僕の冬グッズがたくさん入ってるな。はい、これ便利ですよね。はい、後席からも室内からも取れる。はい、ドリンクホルダーになります。はい、ヘッドレスト上げます。ヘッドレストを上げるとこんな感じです。これ着座ポイントがお尻がポンと沈む感じで、すごいお尻がなんか落ち着きますね。しかし座面じゃないや、リクライニング角度はこれ相当シート立ってますね。あ、ここは気になる方は試乗中とか試乗とかショールームで確認した方がいいと思います。結構背もたれ立ってるので、あ、僕この角度ちょっと疲れちゃうかもな。はい、
握り拳1個縦で入ります。これ十分ですね。ヘッドレストの高さも十分です。はい。なんでこんな座面が立ってんの？これ以上でも寝ないですね。はい。じゃあ運転席行きましょうか。ちなみにシート倒すと、はい、こんな感じで、はい、まあフラット形状にはなりますよね、こっちの高さから。なのでこのさっきボードがここにあったんですよ。なのであれ下にないくて上にあるボードの位置はもう全部入り口から出口までビヤーってこのフラット形状を保とうとする一つの作り込みですね。はい、よっ。そうですよ、 N ボックス、 N ワゴンの時に僕あれ、あの車ってフラットになるシートアレンジもすごい魅力なんですけど、それを僕取り忘れちゃって、なんか最近荷室の鉱石倒すの忘れちゃうんですよね。そういうのどんどん言ってくださいね、気になった方は。あの僕もどんどん忘れちゃうこととかもあるので。はい、室内、ここジョン・クーパーワークスのロゴが入ってます。ここにも入ってますね。はい、かわいいな、ステッチも赤ステッチ。さあ室内ちょっと座り込んでみましょう。座り込んでって面白いな、はい、言い方が。はい、ドアポケット、ドアポケット、これ BMW ミニの広報の方がこれで汚いところとかもしあったら拭いてくださいとかって気を利かしてくれて積んでるウエスです。はい、さあここにもスピーカーあります。ヘッドアップディスプレイ、スピーカー、センターモニター、ちょっとここ死角が少しありますかね。ドアからミラー生えてるんですけど、ミラーの位置が結構前方なので、あのまあ前方より本当は後方にした方が、風切り音とかも減らせるんですけれども、この A ピラーが相当立ってるんですよ。普通であればここを支点にもっと寝てくるので、もっと前に A ピラーが来るんですけど、ミニの場合スタイル考えて A ピラーを結構傾斜角強くするので、ここ支点に立ってくるとこういう形になるっていう形ですよね。はい、さあエンジン、お、ちょっと待って、ほら鼓動みたい、ドキドキしてる感じですよ。へー、かっこいい。さあもうミニはここでいろいろ調整できます。これ手が簡単に届くんですけれども、なのでタッチパネル式にもなっております。はい、もちろんタッチパネルだけではなくて、はい、ここコントローラーで調整することも、メニューボタンとか、はい、調整することもできます。はい、エアコン周りのスイッチ周り、こういうトグルスイッチはもうミニらしいところですよね。はい、操作ミスをなくすっていう、隣のボタンに揺れてる時でも手がいかないようにっていう、操作ミスをなくすための一つでもあります。そしてこれスポーツレバーです。スポーツにすると、はい、スポーツ、そしてミッド、バランスの取れた設定、グリーン、最適な燃費設定。はい、さあでヘッドアップディスプレイ、ヘッドアップディスプレイはここに映るんですけども、まあここちょっと稜線気になりますよね。僕があまり好きではないヘッドアップディスプレイですね、この辺りは。まあ好き嫌いはありますよね、もうちょっと表示大きければともかもありますし、やっぱりこういう稜線があるとこれ走行中気になるので、やっぱり投影式が一番いいことはいいですね。しかし投影式ってやっぱ値段が高いので、はい、考え方次第ですかね。はい、あとは電子シフトですね。このぐらいですか。でここに携帯がある意味は何かっていうと、はい、センターコンソールを開けると、ここに非接触充電です。はい、入れて、これで充電できます。ほら、充電できた。センターコンソール充電置きだけみたいに思った方、はい、ここ下開きます。開くと小物入れです。はい、充電しておきましょう。さあ、じゃあ走り行きますか。はい、パドルシフトもあります。その前にジョン・クーパーワークス史上最強だろう、エンジンを効かせろよ、当然ですよね。ちょっとお待ちください、セットしてきます。外に、
い、すごいバラバラ言いますね。はい、この刺激的な音が、はい、ミニの史上最強の、はい、ジョン・クーパーワークス新しく積まれた2リッターエンジンの音になります。じゃあ走っていきましょう。はい、これ夜見ると可愛いですよ。で、青をずっと押してると青からよいしょ紫、赤、オレンジ、黄色、緑、青みたいな。はい、だこういうのの照明の色がアンビエントライトの車内全体の色合いもここで一緒に変わっていきます。はい、あ、ちなみにこれご存知の方は多いかもしれないですけども、多いと思いますけど、オーナーは知ってて当然ですよね。これ ETC です。ミニとか BMW これがいいですよ。ほらほら、これここに裏にペコンと入れるとビョン、これでアクセスされて、ここに値段とかも全部出てきます。はい、 ETC OK って。はい、これ結構便利です。